やあやあどうも、ジンペイです。今日はどんなデッキを紹介するんだい？今日紹介するデッキは以前紹介した NR 以下ヒーローデッキを改良したものになるぞ。ああ、あの挫折したデッキか。そそ。トラップに弱い弱点は克服できなかったけど、とりあえず安定して融合体を出せるようになったからな。変わった点を紹介します。まずこれ。ヘルデバイザー。効果はリンク召喚した時融合体に記されている素材を2体まで、デッキからサーチできる。強くない？なんで以前のデッキには入ってなかったの？リンク召喚導入時期に引退したからな。リンクモンスターについては素人同然なんだ。コメントくれた人は雑す。自分語りより解説を。はい。ヘルデバイザーを出すために特殊召喚できる。ヘルブラッドやバブルマン、あとデュアルサモンが入っています。このデッキはヘルデバイザー立てるとこから始まります。全体のレシピとしてはこうなっています。基本的にはフェイバリットヒーローを装備して殴る。運が良ければ瞬間融合や融合解除で打点を上げることができます。かなりワンキルによったデッキだね。手札消費半端じゃなさそう。このデッキは瞬間火力が全てだから、マジモンの閃光花火。エクストラも見よう。エクシーズを少し抜いてリンク入れました。それだけ。それでは対戦の方に。行くぞー。デュエル。相手のデッキはなんじゃろな？動きないね。自分は手札事故ですね。はい。はい。じゃないが。サーチカードを極端に入れても事故るのか。あるある。デスナギトウ？やかましいわ。相手が展開してるんだから注意しろ。伏せも何もないんだから注意も何も。うはぁ。うえぇ？がはぁ。さて、ドロー次第ですな。なんかすけぇ。よしよしいいぞこれ。プリズマーの効果使ってスパークマン落としてから、ヘルデバイザー立てるぞ。リンク時効果で融合素材を手札に。これ強いねー。このデッキの安定感に繋がっておる。あとは融合連打じゃ。現れよフレームウィングマン。さらに追加じゃ。ミラクルフュージョン発動。現れよフレームウィングマン。まだだー。ミラクルフュージョン発動。現れよシャイニングフレアウィングマン。決まったぜ。あとはフェイバリットヒーローつけて殴るだけ。行くぞー。おじゃあ。効果読んだ？ごめんて。フェイバリットヒーローの効果で2回攻撃だー。これで終わりでーす。ヒートエンドー。ここ処理挟まるんだね。逆転の目はあるからな。ドーン。ガバガバだったけど勝ててよかった。それでは